こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、マリサ&霊夢です。本日もリムワールド、続けていきます。ちょっと、クーリンさんたちが喧嘩してるよ。おいおいおい、一体どうしたんだ。やめるんだぜ。信念を軽蔑され、喧嘩に発展したらしいね。お互い、意見の違いはあるかもしれないが、喧嘩は良くないんだぜ。血も出てるじゃない？クーリン族は長い爪も持っているからな。あ、喧嘩が止まったな。うわぁ、結構血で汚れているね。どこにでも、気性の激しい人はいるみたいだな。美人なのに怖いね。霊夢、美人は怖いものなんだぜ。ふむ。じゃ、マリサは、怖くないね。おぉ、やろうってか。ふ。クーリンさんたち、お互い傷を治してるみたいだな。仲直りしたんだね。引っかき傷が多いが、慣れてるみたいだな。まあ、仲直りしたみたいでよかったよ。ああ、マリサのベッドが大きくなってる。ふふ、ちょっと気分を変えたかったんだ。いいなあ、私も大きいベッドが欲しいよ。わかった、後で霊夢のも作ろう。あ、クーリンさんたち、出発するみたいだね。おう、仲良く元気にやっていってほしいんだぜ。またどこかで、気をつけてね。霊夢、お前のベッドができたぞ。おう、ありがとうマリサ。これで広々寝れるよ。では、私は今日はもう休むぞ。うん、おやすみマリサ。ねえねえ、イナゴさん、そのご飯美味しいでしょ。うちの畑で採れた野菜を使っているんだよ。ふむふむ、前にいた族ではこんなご飯食べられなかったの。服もあまり良くないし、結構大変だったみたいだね。ああ、いいよ、撃たれたのは気にしてないから。この世界では戦うことは珍しいことじゃないもんね。うん、じゃ、稲子さんもお休み。よし、私も浴槽を作ったぞ。おお、いいね。トイレも水洗トイレにできてすごく快適だよ。今まで簡易トイレで頑張ったよな。うん、乙女としては辛かったなぁ。あと、他の部屋も水洗トイレにして、浴槽とかも取り付けて、仕上げていこう。了解。むむ。ね、熱波が来たぞ。うわぁ。これからどんどん気温が上がっていくだろう。幸い、霊夢がクーラーを作ってくれたおかげで、ある程度、暑さは防げそうだ。暑いのは、嫌だなぁ。とりあえず、急いで建物の隙間を埋めて冷気を逃さないようにしよう。うん。うわぁ、外の気温が40度になってるよ。部屋の気温も35度を超えてる。広さに対してクーラーが足りないのかもしれん。霊夢、クーラーを増やすぞ。オッケー。イルレさんにも手伝ってもらおう。よし、って、あれ？電気が来てない。ああ、火力発電の燃料が足りないのだろう。あと、クーラーを取り付けた部屋は屋根も外し、風が通れるようにしないと熱気がこもる。とりあえず、天井を開けて、火力発電に燃料を補給するね。頼む。火力発電も、熱を発するから、あの部屋は常に天井を開けよう。あと、もっと発電機を増やしておかねば。急がないと、皆が熱中症になってしまう。マリサ、もうすぐ追加の火力発電が完成するよ。おう。む、なんだか体が痛い。うお、サイコドローンか。サイコドローン。ああ、体に痛みが走るのはこれのせいだ。どうすればいいの、マリサ。とりあえず、できるだけ安静にするんだ。しばらくすれば収まるだろう。それに、外の気温は高いが、コロニー内はクーラーのおかげでだいぶ涼しい。うん、すごく涼しくなったね。少しの間、あまり無理せずに過ごそう。了解。ふう、外は暑いな。外は暑くても、この、霊夢様の食欲は尽きないのだー。よう、霊夢、お疲れ。お疲れ、マリサ。ふふ、働いた後に食べるご飯。畑で採れたばかりの野菜を使って作られたご飯。うむ。美味しいぞー。
うまいよな。うん、特に。このステーキとマッシュドポテト。時には、ベイクドポテト。そして時には、フライドポテト。ホクホクの甘いジャガイモが、ステーキから出た肉汁を吸って。さらに味わい深くなる。ああ、私も好きだぜ。ふふふ、そして、食後のお風呂。サイコドローンの影響も忘れちゃうくらい、最高だな。そういえば、木綿も育ったし、そろそろ娯楽も増やしていくか。お、何作るの？ポーカーテーブルを考えている。ほほう、私、ババ抜きやりたい。おう、真剣衰弱もいいし、好きに遊ぶといい。ほほう。うむ、一つだけだと飽きるからな。まだ材料もあるし、ビリヤード台も作るか。お、ビリヤード。昔、よく、玉になって転がったな。まんじゅうならでは、か。やあ、サーバードさん。調子はどうよ。サーバードさんも大変だったな。稲子さんとサーバードさんたちのいた、サイビアブエガルって、あまり恵まれていなかったみたいだよね。ああ、武器も原始的だし、服装もほぼ裸だしな。民族的な伝統もあるのかもしれないが、稲子さんとサーバードさんたちは、少し、不満を持っていたみたいだな。だけど、強くいないと生きていけなくて、私たちのコロニーを襲ったらしいね。稲子さんも言ってたよ。ああ、この惑星は厳しい世界だ。なんとか築き上げているこのコロニーは、日々快適さを増している。だからこそ、コロニー自体を狙う襲撃もあるだろう。二人が仲間になってくれたら心強いよね。ああ、だから、今しばらく交流を続けよう。行商人が来たんだぜ。おお、見てみろ、霊夢。何？鶏と豚が売ってるんだぜ。おお、唐揚げととんかつか。いやいや、鶏と豚は家畜にする。あらあ、がっかりするな、つがいで売ってるから。そのうち増えたら、食べてもいいよ。やったあ、早く買って、マリサ。ふふふ、前にクーリンさんに助けられて狩猟した。大きな恐竜のお肉を売ろう。すごい数だね。ああ、かなりでかかったからな。前に焼いてみたんだが、油が多すぎてあまり美味しくなかったんだよな。肉はまた取れるし、売ってもいいだろう。ミルクやチーズ、お砂糖とかもあるね。ああ、これらもとりあえず買っておこう。よしよし。1シルバー分、少ないのか。まあいいや。おお、鶏と豚がコロニーに。うむ、後で囲いを作って、そこで育てていこう。オッケー。最近、涼しくなってきたね。うむ、サイコドローンもなくなったし、熱波も終わりそうだな。おお、熱波が終わったぞ。よかった、これで外にも出やすい。暑くて作業しにくかったもんね。ああ、これで家畜エリア作りにも専念できるな。私は洋服を作るよ。イルレさんも待っているし。わかった。なんだか、アンブロージアが苦しそうだ。え、大丈夫かな？うおお。見て、見て、マリサー。霊夢、ついにアンブロージアが出産したぞ。しかも2匹だよ、双子だよ。ダフネとカテリーナか、いい名前じゃないか。小さくて、米粒みたいで、可愛すぎるよー。大切に、大事に育てていこうな。もちろんだよ、マリサー。おはよう、おはよう。マリサ、朝早いねー。霊夢もな。ふふ、狙撃銃がもうすぐできそうなんだ。そしたら、これをイルレさんに装備してもらうんだぜ。いいねー。イルレさんの射撃スキルを上げるためにも、狩猟で鍛えてほしいしね。うむ。そういえばマリサ、イルレさんに新しい服をあげたよ。イルレさん、とても喜んでたよ。私も着替えさせてもらったよ。霊夢は饅頭なのに手先が器用なんだな。霊夢様は、無敵ですから。そうそう、霊夢。ご飯が少なくなってきたから追加で作ってもらえるか。ああ、本当だ。ご飯、美味しいからねー。すぐになくなっちゃうよねー。毎回ステーキ何枚も食べてる霊夢がいるしな。この美しい体を維持するにはご飯をしっかり食べないとダメなんだぜ。よし、じゃあ今から料理に取り掛かりますか。頼む。材料はまずはキノコ。焼くと香ばしい香りが一層食欲を引き立てるんだよねー。それとやっぱり主役のお肉だね。
栄養も抜群だし、食べ応えもある。しかも、繊維も程よく柔らかくて、油と赤身とのバランスが最高。あともう一品欲しいな。よし、やっぱりステーキにはジャガイモだよねー。今回はマッシュドポテトにしようかな。それともポテトサラダにしようかな。ポテサラが食べたいなー。いいよー。よーし、できた。霊夢特製、超絶手の込んだ料理。ふふ、後で食べるのが楽しみだなー。おお、いい香りがここまで届くな。イルレさん、早速新しい武器を装備して、やる気満々だ。イルレさん、香りに釣られたのか。出来たての料理に、早くも目をつけたね。味には自信あるからねー、ゆっくり食べてね。ん、美味しかったって。ふふ、そうでしょう、そうでしょう。この霊夢が手をかけて作った料理だからね。よし。あ、イルレさん待って。ヘルメットができたんだ、装備しておいてくれ。私たちには初期に持ってきたヘルメットがあるからね。でも古くなったら交換しないとね。ああ、強化された防具も作れるように。新しい作業台と研究をしないとな。また研究か、大変だよねー。あ、卵が落ちてる。有精卵か、移動させて温度に気をつければ。ひよこが生まれてくるな。とりあえず、この辺りに移動しておこう。む、マリサ、それ卵。ああ、有精卵だ。おお、そのうち、TKG や、オムレツも食べられるかな。もっと鶏の数が増えて、無精卵だったら使ってもいいぞ。やったー、料理の幅が広がるね。というわけで今日はここまでです。見てくれてありがとね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。